きます。はい。また。はい、じゃあこちらが配色パイピングノーカラーサイドスリットコートになります。はい、品番が K994 です。はい。はい、お色がまずみーちゃん着ているのがライトカーキです。はい。続いて手に持っているのがグレージュじゃない、アイボリーです。はい、はい、そしてイーちゃん着ているのがグレージュになります。はい、はい、パイピングの色も若干ね、こういう感じで全部一緒じゃないですね、なんか同系色の、うん、ここは同系色なんですけど、アイボリーだけ、あ、そっか、そう、結構はっきりブラウンみたいな、モカブラウンみたいな感じのパイピングの配色になっております。うん、はい、でこちらは3色展開になっております。はい、お値段いきます。じゃじゃん、3600円、イエーイ。はい、でこちらは2月17日水曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。はい、じゃあみーちゃんポイントお願いします。はい、これはですね、はい、結構薄手です。さっきもお伝えしたんですけれども、あの立てて見せるとわかるかな、結構薄手なので本当にライトアウターっていう感じ、うんうん、防寒性だけで言うとジージャンや革ジャンとかよりかも結構夏前半ぐらいまで着れそうなくらいライトなアウターやなっていう印象です。うん、なんですけど、このパイピングがですね、まず可愛いのと、イーちゃんみたいに開けて着るのも可愛いし、うん、私みたいに締めて着ると結構綺麗めにも決まってくれるんじゃないかなと思います。はい、でポッケ付きです。嬉しいポッケ付き、右も左も付いてますので、ちょっとした小物も入れられるんじゃないかなと思います。うん、はい、で、ストンと着た時はしっかり縦のラインが体型カバーしていただけるんですけれども、スルトンとしたシルエットが苦手な方も、私みたいにリボンでキュッとしていただくと足がまた長く、ウエストは細く見せてくれるので、うん、はい、結構ね、いろんな着方ができるし、中のお洋服を選ばないんじゃないかなと思います。薄手ではあるんですけれども、うん、このこうなんていうんだっけ、袖口じゃなくて脇ね、脇のところところも結構ゆったりしてるので、うん、若干厚手のトップス着ても拾いづらいし、体のラインはもちろん拾いづらいので、どんな体型の方もどんな身長の方も着ていただきやすいライトアウターになっております。はい、ありがとうございます。はい、一応裏地はなしです。はい、こちらでスリットなんですけど、スリットの入りが結構これぐらいまでしっかり、膝上、私の膝上ぐらいまでしっかり入っております。はい、はい、でトレンチ感覚で羽織れますかっていただいてるんですが、どうでしょうか。トレンチ感覚で羽織れると思いますが、トレンチの方が防寒性はあるような気がする。そうだね、本当にちょっとロングシャツっぽい感じの感覚で、うんうん、まあ、1枚さらっとアウターっていう感覚かなと思います。はい、はい、ベルトを後ろで結んで羽織ってほしい、うん、私じゃあそれやります。あ、それかわいい。シャカシャカする生地ですか。シャカシャカじゃないけど、トロンとでもないような、その間っていう感じ。うんうん、柔らかい生地かな、うんうん、素材何でしょうかね。素材はですね、うん、ね、ください。素材はあ、ポリエステル 100% です。はい、本体はその別のところがポリエステル 80%、 綿 20% ですね。はい、パイピングのとこかな、うん、そうだと思います。はい、雨の日でもいける素材ですか。雨の日でもいけるってどういうあれやろ。撥水とかはしないですよ、うん、しないんですけど、スウェードみたいに型がつくっていう意味では雨の日でもいけそう。縦に取っておくか、なんか何、完全防水ですっていう感じではない、うんうん、けどそんなになんか染みつく感じでもないので、雨の日でももちろん着ていただけると思います。はい、ポッケ現代入ります。タイムアイさん入ります。 iPhone 11 がトントン隠れてくれるぐらい入るんですけど、生地だけで言うと冬物のコートよりかはシルエットは拾いやすいので、ケータ入れてるかももしかしたら分かるかもしれません。はい、で後ろリボンにしました。リボンにするとやっぱちょっとウエスト部分がキュッとねなるので、うんうん、前から見てもこのくびれのラインが出るのですっきり見えるんじゃないかなと思います。本当にする。はい、雨に濡れたら色濃くなりますか。うん、色はでも濃くなると思う。濡れたら、そうですね、どのお洋服もだけど、ちょっとやっぱ防水とかではない分、うん、こうブラウスとかちょっと厚手のブラウスが濡れたぐらいの感じになるので、普通に、うん、汗染みというかこういう感じで、あとはつくと思います。は
ただ薄いのですぐ乾くのは乾くんじゃないかなという印象です。はい、はい、グレージュ少しピンクっぽいですか？なんかね、画面で見ると私もピンクっぽいなと思いました。うん、画面よりかはピンクには少ないと思う。そうですね、くすみ、結構くすんでるっていう感じ、うん、モカとグレージュとかがこう混ざってるような、でちょっとピンクも入ってるような、うん、くすみカラーみたいな感じのイメージです。うん、はい、あ、アイボリーでわざと開いてみてほしい、生地の厚さのイメージが。わざと開いてみてほしい。開けてってことかな、開いてベルトせずにってことですか、かな。まあ透け感とかがアイボリー一番わかるような気が。そうですね、うん、しますが、お、うん、わざと開けてこんな感じ。そうだね、こうこんな感じ。薄さは結構薄いですよ、やっぱり。まあペラッとしてる感じかな、うん、でもまあ生地自体がポリエステルで、そのペラッペラのポリエステルじゃない、スカートとかに使われるようなのじゃないので、うん、まあ厚みはしっかりあるけれど、うん、シャツみたいな感じかな。そうですね、シアーシャツほど、うん、あの薄手ではないんですけど、うんうん、ほんと普通のシャツ羽織るぐらいのイメージ、はい、の厚手シャツって感じ、うんうん、かなと思います。静電気が発生しやすいか聞かれている方いらっしゃいました。エリカさん、ありがとうございます。今擦ってる即席のやつでは、うん、私は感じ取れない、はい、あとまあ私たち今ニットとかは着てないのであれなんですけど、そうそうそう、毛足が長いニットとか、うん、まあ、素材感によってはもしかしたらこうちょっと静電気起きる場合があるかもなっていう感じはします、うんうん、はい。あ、光を通すか見たかったんだって。こんな感じどうですか、まあ、手見えてるんでこれぐらいです。うん、はい、お値段知りたいです。お値段はですね、うん、あとお洗濯も、洗濯手洗いでお値段3600円です。はい、うん、です。あ、みーちゃんが白を着てみてほしいというので、ちょっとみーちゃん交換しましょうか。はい、あ、この色かわいいな、うん、結構くすみカラーだけど、トップスが春色とか合わせたらめっちゃかわいい気がする。うん、あ、グレージュみーちゃん終わりました。ちょうど今交換しました、うん、私ネイビーしてるからちょっと中が濃く見えるね。あ、ほんまです ね、確かに濃いトップス着るとそうなっちゃうかも、はい、うん、ただこの色味がいい感じですね。こうちょっと裾からロットの白も白だったり、確かに、うん、この裾なんか開いてるのかわいいね。袖折ってもかわいいかな。私は袖折る派です。こういうのはなんか、うん、とてもかわいいと思う。手首をね、あの、うん、ゆったりアウトは私見せたいので絶対こう折っちゃうな。かわいい、折ってください、全然大丈夫です。裏地がない分ね、はい、折っていただいても違和感がないかなと思います。はい、はい、このグレージュはイエベ向きですか？色は別にどっちかというと、あ、静電気きた、静電気きます、やっぱり来た。私今めっちゃ静電気持ってるかもしれんけど、静電気きました。でも色はあのどっちかというとブルベ寄りの気は、私もそんな気がする、ね、めっちゃ自分にしっくりっていう色ではないと思う、うん、どちらかというと、うん、ですね。はい、トレンチよりは薄めです。薄めです。薄いですね。はい。じゃあこんな感じになります。大丈夫かしら。はい。今着たのですが、どの季節に着るアウターですか？今だね。今から夏前まで、うん。そう、今日はちょっと気温がまたぐっと下がってしまって寒いんですが、うん、で、あの最近のすごいポカポカ陽気な時とかやったら、うんうんうん、あのロンティーの上とかにさらっと羽織るような感覚で着ていただけるんじゃないかなと思います。はい。はい。うん。トレンチとこのアウター比べるとどんな印象の違いがあるかな？全然違うと思いますよ。違う、あのまずシルエットが違いますよね、うん、トレンチって結構脇がちょっとピタッとしているようなジャストの型のものが多いんですけど、これはちょっとドルマンスリーブみたいにちょっと下がっているタイプなので、うん、ゆったりした感じのシルエットですし、あとはトレンチだったら、まあ、まあ厚みも違うし、うん、でもあのさっきのここのお話やったら、うん、あのトレンチって結構
きっちりめなんていうの、うん、かっちりかっちりなトップスを合わせた方が決まると思うんですけど、うん、これはこういうゆるっとシルエットもここの邪魔しないし、はい、パツってなりにくいので、うん、カジュアルコーデ多めの方はこっち1枚持っててもいい気がします。はい、うん、あとはまあ襟がないとか、あ、そういう部分もありますよね。うん、りーちゃんはもう本当に襟があんまり好きじゃないタイプではあるので、うんうんうん、こういうアウターの方がすごい好きです。うんうん、で後ろもデザイン結構シンプルなので、そうですね、うん、合わせやすいかなと思います。はい、そう、まあ、トレンチよりも、まあ、カジュアル要素もありつつ、うん、こうゆるっとしてストンとしてるシルエットなので、うん、まあ、合わせ方次第では綺麗めにも触れるんじゃないかなとは思います。はい。はい、シワになりにくい素材ですか？シワはまだマシかなと。トレンチに比べたらマシやと思う、うん、面が入ってないので、うんうん、確か面入ってたっけ、入ってるわ、うん、ポリ、あ、ここだけです、そこか、うん、本体は入ってないのでさらっとしてるんでなんか大丈夫そう。手洗いした後でもパッてして吸ってたら、うん、そんなになんかアイロン絶対いるっていう感じじゃなさそうな気がするんですけどね。ですね、はいです、はい、うん、じゃあ次のやついこうと。